to the mountain top。リアウ新平ただぜぜぜぜぜということでラップスター続々と見てるんですが、グループ D、 イキバッツ、マックス、テッドダスト、ノブ、スパラ、なかなかまたしてもすごいグループだな。俺でも知ってる子がマックス以外は知ってるか、完成度が期待できるグループって感じですか。見てみましょう。エイヨーラップスター、バピートおっさんがでドキドキシューマンナオセン、イエー、スティキーブーツ、ケイYeah, you rush like a jet plane. Feel the cats gonna get to the tagging. My eyes look at us, but I'm being. Then I'm back to my feet, then I'm dreaming. You know, he's got him in touch to a dreaming. So, you know, my girl, my damn body. Tie it up, I said, I had a cheating. So, she had to get to the kind of happy. Boom, boom, you're right there. Sticky butts, 超うまいよね。もう、US のラップ聞いてるみたいだもん。派手さはないんですけど、ど渋いっていう、安定しまくって、これ前も出てた子だよね。そうですね。そうだよね、リベンジしに来てるんだ。ちょっとなんか貫禄を感じるもんな。もう満を持してこの1年悔しい思いをして準備万端で向かってきてるわけじゃないですか。それ一発で撮る方がかっこいいしあれなんですけど、 MC バトルでも何でもそうだけど、リベンジしに来てるやつっていうのイメージができてるから強いですからね。いいな、スティッキーバッツ好きです。の価値上げていくラップ、このクラウスキックすらできないスタート、アベラップスター見せないホップスター、 As a girl star どこもフォークつけるキャラクター、 Yeah このボイスでたくさん Make all sexy であった Color one ダーこの手でゲッツするナンバーワン、ワン今食べてるキャンプステージの上で帰り込まん、まるでノートリアスピギーみたくつけるクラシック。ここやばいね。ここかっこいいですね。やっぱ最近の若い子でもビギーとか JG とかナズとか聞いてるやつはちゃんと聞いてんだね。素晴らしいことだなと思います。今かぶってるキャップ、ステージの上で買えるクラウン、まるでノートリアスビギーみたく作るクラシック、キャップをクラウンに交換してビギーみたいにクラシックを作る、まあ、ビギーがかぶってるのは王冠ですもんね。ここかなりリリカルだと思う。こういうリリカルなスキルの見せ方ってもちろん審査員はわかるだろうしさ、好きな人はわかると思うんだけど、どこまでみんなにわかるのかなっていう問題も出てくるよね。巧みな言い回しとかさ、こうリリカルにスキルを見せるときってそこが一番鍵。俺はビギーを知ってるしヒップホップを聞いてきてるからわかるんだけど、そこをどう評価するかになってくるんだろう。うまいこと言っててもさ、ニッチになりすぎたら伝わんないことだってあるわけじゃん。それがどこまでわかりやすくそれをできるかっていうのがスキル問われてる次の時代のスキルな気がするな。バックパックにスタッシュ300万それとハマキ、安い女口説いてるマネー、俺は抱いてる処理の女神。かっこいいですね。安い女口説いてるマネー、俺は抱いてる処理の女神。これはウォーだな、分かりやすく上がっちゃう。 You're big dreams got me 好きなライフ、それでも Don't stop ピンチならチャンスに変えて迷いはして One day up 家族仲間全て連れて賞金で晩餐、オーダーする勝利のビシケットがたくさん。Born to a sweet mom and I didn't know the her shit, but what was not that easy?マックスはあれだ、オーディションでも見たな、全編英語の女の子だよね、大学生かなんかなんだか。声がめちゃめちゃいいね。もう入ってきた瞬間外人の声してるね。英語発音するとやっぱそういう声帯になるのかな、持って生まれたもんなんでしょうけど、とにかく声質にやられる、一瞬で空気を変える、鼻のある声っていうのかな。 Let's go. When I was 16 I went to Fiji, was not easy. Cannot speak English, everybody so she's a foolish. I started smoking with my ex was addicted to speaking, always trying to take my money. I just say please stop it honey, look at yourここが肝というかパンチラインなんだろうな。 No hustling, no rapper, no backbone, no rapper。 ハスリングをしてね、ラッパーなんだ、バックボーン言ってね、ラッパーなんだ。 I don't give a fuck, that answer, I'm not trying to be a gangster。 そんなんじゃねえ、ふざけんじゃねえ、それが答えだよ。 I'm not trying to be a gangster、 ギャングスターを目指してるわけじゃねえんだ、ふざけんなよと。ハスリングとかバックボーンじゃなくてラップで見せると、真面目な子なんだろうな。意志の強さを感じますよね。オーディションでも言われてたけど、英語でやらなきゃいけない必要性がそこまでないんだったら日本語も聞いてみたいよね。日本語で言った方がだって直で届くは届くじゃないですか。こんだけなんか光るものを感じる、存在感もあるし声もいいし言ってるメッセージもいいわけじゃん。日本語のラップも聞いてみたいなと思われるような、したらすごいなんかいい女の子のロールモデルになりそうな気がする。
I'm not trying to be a gangster. That will never be my stopper. If you don't like, I can make you new era. What do I wanna be in the future? Just wanna be the motherfucking lobster. It's a turning point, can't grab the chance. No time to cry, baby. Let's hit the tune, make music max. It's time to shine, baby. Yeah, yeah, yeah. Take this. Hey, yeah. 叶わない夢は最初から夢じゃない。絶対なんてない。歌詞を書くから夜は寝れない。この乗り方でここまでスッと入ってくるのすごい才能だよね。やっぱ分かりやすさって俺はすっごい大事なことだと思ってて、どんだけかっこよくてもこうラップ耳になってないとかさ、スッと英語が理解できないとかさ、どっちかっつうとマイナスポイントなんじゃないかなと俺は思ってしまうんだけど、手出すとは入ってくるもんね。でそれがこうしっかり現代のフローをしながらここまで日本語が入ってくるっていう人珍しいと思う。夢は最初から夢じゃない。絶対なんてない。歌詞を書くから夜は寝れない。狭い世界、囚われた概念ごと逃げたい。一旦ステイでも止めれない。声が出る限りは暴れない。磨かれたら惹かれるのに踊っている。手のひらって千葉県迷ったアイドルからファイトル。このタイトル嫌われても仕方がない。本当の根を見せて見分けもつかない表情。まだまだだらだら気づけ、いつの間に形になった。それから始まり積み重ねが形になった。目に漏れ壊すためだけだった。この言葉分かった。よりすると柔らかい like a枕抱いて寝る300万。いや全部入ってくるし、一番なんかこう現行のものを日本語で消化できてる感じ。リリカルスキルとかも。いつの間に形になった。それから始まり積み重ねが形になった。目に漏れ壊すためだけだった。この言葉分かった。よりすると柔らかいレカマクラ抱いて寝る300万。このインフのところがケツじゃないんだよね。いつの間に形になった。それから始まり積み重ねが形になった。デレ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 っていう、こうすごい中途半端というか真ん中で韻を踏むじゃん。それがなんかニューフローなんだろうな。これできるようになったら幅が広がりそうだなっていう技。なんかこの手出すとからは俺とかの視点から見るところ、技の盗み方というかフローの、あこういう風にやるんだっていうのをすっごいね、分かりやすく咀嚼してくれてる感じっていうのかな。王道で教科書っぽいラップ現代版っていう感じなんじゃないかな。すごく分かりやすい。積み重ねが形になった。目に漏れ壊すためだけだった。この言葉分かった。よりすると柔らかいレカマクラ抱いて寝る300万。コニブの選択物を畳み置いて、それから書いてる歌詞。どこにでもいるようなこのクソガキ、信じる俺だけは違う。昼夜中で汗水流し働いてからある今、みんな一つの短いライフ、どう生きるかなんて自分次第。完璧。このバースすっげーやばいな、渋いな、何回も聴きたくなっちゃうな。でこれ数字が四つ街道から出てきてて、二十歳の時からやっていて300万を受け取る。で5人分の洗濯物を畳み、みんな一つの短いライフ、数字を散りばめてる。そういうギミックもちゃんとあるという。深い読みすると分かる。上に分かりやすい感じでラップしてんだけど、あれよく考えるとそういう数字のギミックが入ってんだみたいな。すげえ緻密に書かれてる歌詞だよね。ラップってやっぱこう伝わるかどうかってめちゃ大事だと思うんですよ僕は。この伝わり方は手出すとか一番俺には伝わってくる。リリックも素晴らしいなと思う。まあ、人それぞれなんで価値観は。俺はそういうのって大事だろうなって思うな。基本をすごく感じる。テイダスト君なんですけど、はい、クルーが夜猫族っていうラップスターとか毎年見てますよって人は分かるかもしれないんですけど、うん、これまで出てきたノーマ君とか、うん、あとは MC バトルも出てるんで知ってる人多いかと思うんですけど、ボンベロ君とかと同じクルーの人なんで、夜猫族毎年一人ずつラップスターに資格を、資格、資格とか言って資格だと思いますよ、はい、読み方は資格を毎年一人ずつ送り込んできてる、はい、夜猫族知らない、そういうクルーがいるんだ、ディグってみてください。さすがですね、さすがリーさん情報。あそうなんだ、すごいクルーだなそれ。みんなうまいんだ。みんなうまいです本当に。やばいね、怖、ちょっとおおって思っちゃうな。お手本にしようみたいな。みんなやばければやばくなるよな。この分かりやすさは絶対に武器だと俺は思う。そして次がノブ。ノブ Let's goちょうど渡してプレイ、ここに嘘はいらないとかもお前をはざ笑う。23、冗談はなしでプレイ。23年のラップスターだから23から入って冗談はなしでプレイ。あもうこれは俺のリリックはトンチが効いてますよという、しっかり聞いとけよという宣戦布告的始まりなのかな。そうなんだよね。そっかそっか、いいですね、期待が高まる。ノーレッツゴー
ミスリー、yeah、 冗談はなしでプレイ、ここに嘘はいらない人かもお前を挟まろう、ワンワンうるさい血なら俺が基地、審判のよちょちょにくり俺も伝えるアイカバジーパピット、シンバのように頂上に君臨、俺も伝える I have a dream、 シンバってライオンキング、俺も伝える I have a dream、 キング牧師、難しいね、何回も聞かないと分かんないやつですね。それこれまだキングつながり、キングが出てくんの、はい、来ます、なるほど、そういう、あーおもろい、パピとなら子供に言え何で語るべき、ピエロみたいに見せぬ内側抜けるセバイブチ、彼レスキーに混ぜないパフォーでもやり方レブロンジー、このイエロースキンに混ざらないパープル、でもやり方レブロン・ジェームス、パープルは、まあ、リーンのことでしょうね、かな、なるほど、でやり方レブロン・ジェームス、レブロンってレイカーズ、そしてキング、なるほどね、このイエロースキンに混ざらないパープル、でもやり方はレブロン・ジェームス、冗談はなしだから、冗談は抜いてレブロンで話す、レブロン・ジェームス、ラジオすらも壊れねえ、ネバーブローカーゲイン、ラジオすらも壊れねえ、ネバーブローカーゲインは多分 NBA ヤングボーイのことをそれもかかってて、うん、去年ミーコスについて話したんで、多分今年は NBA ヤングボーイのことを言ってて、ネバーブローカーゲインで NBA、レブロンの NBA もかけてっていうことですね、なるほど、かけまくり、かけまくり、整いまくり、整いまくり、そのさ、そういう楽しみ方を US のラッパしてんだろうなしてる、でそれを日本に直輸入して自分たちの言語でやる、素晴らしい、ちょっと難解だな、聞く人のレベルを選ぶよね、自分のスキルが高いっていうことはそこなんですよ、どこに合わせていくか、そんだけ高いスキルをどこに合わすかっていう、そういうポイントなんだろうな、ただでもまあ審査員に合わせて向かってるわけだから、審査員は絶対わかるよね、おーってなるっていう、そういうとこなんだと思うんですよ、一般人はわかんなくてもしょうがないと思うんですよ最初は、一度でも知ってみろティース、二度と遊べねえ、あの日の負けすら勝てか勝ち張られた境界線、フラミンゴのよぎぽ足でそこで綱渡り、届かす障害にさらさら春よりトワスオンブレン、どこでも声を大に夢があると伝えたばかり、天国で待つ前に地獄へ落ちろと願う歌に、誰のための人生、なるほど、まだまだキングが出てきて、フラミンゴ一本足で綱渡りをして、王貞治のように、王貞治はホームランキングですもんね、キングゆかりの人を出しまくっていくと、なるほど、一つのバースでそれがテーマなんだ、面白いリリックの書き方だな、まだまだまだ足りないものだらけ、 Yeah 少しは満たすめして済ませた遅めのブランチ、 Yeah 合わせろ俺に、もうだからキングです、王様のブランチ、王様のブランチ、なるほど、このバースで俺がキングってことを証明したい、言わずにキングであると、そうだと思うですね、ノブ、これどういう人なの、ノブはルナロイヤル君の後輩、うん、弟って言われてるような存在ですし、バットオープのねビンゴ君とかとも親しかったりする、持ってるものは全てもう、あとは出すだけ、もうすでに整ってると、なるほどな、そして次がスパーだ、濃ゆいな、まあすごいグループだよ、濃ゆいグループだな、本当にすごいグループ、スパーだ来ました、ダスメシ済ませた遅めのブランチ、 Yeah 合わせろ Let it focus、 I'm ready when it call か、 Let's get it、 Ayy、I'm ready when it call、 Are you ready この地雷ごと今巻き込むこと東京、騒ぎ出すみんな静まるベンチ過去だけなら No more、 妻になってくよチャンピオンシップ、 You're going hard でも No broke、 溢れるイメージ生み出すメジ掴み取るため Go zone、 15からラップゲーム、16にはバースメイク、18見たメキシコ世界価値観した逆転、20に一度 lonely、 Yeah 21にまサーベージ、 Feels money まだ足りないから Still running 今東京、数字ネタをぶち込んでくる人が多いね、このグループ多いですね、確かに、15からラップゲーム、16にはバースメイク、18見たメキシコシティ価値観した逆転、18でメキシコに行ったと、20で一度ロンリー、21今サーベージ、21サーベージと、20で一度ロンリー、ノームコアボーイズ、そう解散、解散して、あ、それが20歳の時だった、で21今はサーベージ、今もうまた燃えてるというかアグレッシブになってるっていう、でスティールラニー今東京は多分ノームか、うん、まあスパータ君の東京ラニーっていう音源があるんで、うん、多分そこから引っ張ってきてスティールラニー今東京じゃないかなと、東京ラニーが今もスティールラニーになった、まだ変わってねえと、Feels money まだ足りないから Still running in my Tokyo、 Still running in my Tokyo、 Make it 100 pounds Give it like that、 足りないなら Give it like that、 嘘ない Music Wear it like that、 I wear it like、 Remember days what's gone down、 戻る気ない前に、 Yeah 揺るがないこれ言い訳なし、音が見せる共鳴、 Yes must make the way、
ージやチェックメイするステージやフェノメノンかが手のなる骨俺はもうトニーラプター流暢だなぁ。めっちゃうまいね。このバイリンガル感というか、英語がめちゃくちゃ多いから、やっぱりリリックっていう意味ではさ、デッダストとかの方が入ってはくると思うんだけど、ただこのうまさっていうのは他の人には見せれないですもんね。これはもうやばいな、このグループ。みんなよかったなぁ。むずい。でも俺はテッダスとか一番良かったかな。それぞれ感じるものはあるんだけど、当たり前か。3000人から30人に選ばれてんだもんな。それってすごいことだよな。でもすごいレベルで横並びっていうかさ、ぶっちぎるのはやっぱもうこのレベルになっちゃうとやっぱ難しいよね。今の MC バトルだってぶっちゃけぶっちぎれないじゃん。もうその瞬間誰がスポットなのかみたいなさ、その日のミラクルとかもあるしさ、これはかなり高いレベルで拮抗してますね。はい、ということでセレクションサイファーグループ D、 グループD やばかったな。食らった。一番こう現行のラッパーとしてうまいですっていう感じがこのグループかな。そういう分け方なんだとわからないですけどね、俺はなんとなく思いました。ということでセレクション最後はグループ D、 あと2個か。結構あっという間に見れちゃうもんな。やばいなそれ。ちょっと引き続き楽しんでいきたいと思います。シンペタでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。